どうもなおちんです。今日もゼルダ無双ダウンロードコンテンツ第1弾やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ダウンロードコンテンツ、新しくこういうのが追加されました。ここの施設を開放していくと新しい装備なんかが入手できるっていうところだね。まずここをね、開放してあげると研究報告書っていうのを入手できるようになります。なので、ダウンロードコンテンツ始めた人はまずはここ開放しましょう。まあそんなに、高くないお金で開放できるので、ここは簡単だと思います。まあここを開放して、あとは、この戦闘の記録ね、研究報告書、これを入手していくだけという風になってます。で、あのね、こういうのが出てきた。これ強敵だね。危険個体の目撃、ハイラル宿場町 EX って書いてある。ここをちょっと行ってみましょう。目撃情報がハテナハテナなのよね。どういうところなんでしょうか。なんとこういうことがあるみたいだね。危険個体、危険個体にはそれぞれの性質をもとに王立古代研究所の観測員が命名した二つ名が付けられている。わあ、これは強そうだぞ。行ってみましょう。あ、まずは普通の敵なのか。まずは普通の敵がいるっぽいね。うん、ここはまあまあ弱いわ。全然弱い、余裕だね。どこだ危険個体。どうも2体いるっぽいんだよね。どんなやつだろう。最初ね、この初めてやった時に EX のところで巨大なチュチュが出てきたのよ。あれとはまた別ってことでしょ。うん、爆弾タルを背負ったモリブリンなんかも出てきたけどね。あれは多分ノーマルの新キャラみたいな感じでしょ。しゃ、ああ、終わった。倒しました。次。こっちか。何が出る？どんなやつが出るんだい？炎のオリブリン。いや、普通だ。普通。普通だね。あなた普通だね。しゃ。いやー。まだちょっとね、手元がね、うん、定まらないんだよな、うまいこと。やっぱり、半年ぶりぐらいにするから、ちょっとね、おぼつかないんだわな。あれ？普通のやつだ。うん。普通のやつだね。まあ、一回スマッシュ使ってきましょう。はい。特に何も、出てこない。あ、ボスだな。あ、うん、おお、危険個体の白銀のモリブリンが現れた。この隣だな。白銀モリブリン。わ、なんか、こう、オーラをまとってるね。強いのかい？ああ。いや、そうでもなさそうだぞ。うん、あ、でも確かに硬い。あ、あれ、ちょっと待って、ジャスが俺どうするんだっけ。ジャスが忘れた。ああ、炎のモリブリンが出た。おっしゃ、ジャスがのやり方忘れたな。あ、倒した。次、炎のモリブリン。あ、違う、あそこも白銀だ。まずはお前から倒すわ。こいつから倒して白銀モリブリン行きましょう。ちょっと待って、どんどん出るね。ちょっと待って、おーおーおお、なんだこいつ。タルショってるやつだ。ちょっと待って、あ、痛い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 。
ちょっと待って。よし、いけ。あー、ダメだった。待て待て待て、おお、結構やっぱ強いぞ。待って待って待って、あのね、敵が強いっていうよりもあれだな、周りが多すぎて戦いにくい。ああ、ちょっと待って、これザコから行った方がいいのか、他のやつだから。うん、待て待て、しゃあ、やばいぞやばいぞやばいぞ、よし、オッケー、スマッシュをとりあえずたまえよう。あ、たまったたまった、オッケー、よし、オッケー、あと一匹。おいおい、お前待て、すげえ苦戦してる、やばい、よし、まだか、終わりだ。はい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 、強い強いわ、驚くほど強い。お、また出た、また危険個体が出たよ。はい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 、あ、ここは一体だけっぽいね。ここもちょっと行ってみよう。危険個体どこだ？お、アイスチュチュの危険個体か。やだなぁ。あの、でっかいやつでしょ？あの、でっかいの戦いにくかったんだよね。いた！危ない。お、剣刃不抜のアイスチュチュ。硬いんだな、こいつは。ちょっと待って。ダメージ全然入んない。あ！あぶねえ。ああ、もう。わあ。ちょっと待って、一回使おう。スマッシュ使おう。はい。うわ、硬って。お、硬い、硬い。で、しかも、雑魚敵が、いっぱい出るし。オッケー、スマッシュ。もう。この周りが結構きついんだよね。嘘、マジか。うわぁ、ちょっと待って。わぁ、もう、これザコから、いやいや、ザコとか相手してる場合じゃないんだよね。おい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 。ちょっと、ザコ行く？ザコからがいいのこれ。ああ、これどうしようもない。よし、オッケー、オッケー、うわ、勝て、めちゃくちゃ硬い。よっしゃー、いけ、いけるか。まあ全然だ。痛い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 。まあまあこれでいけるでしょう。よっしゃ、よし、オッケー、倒しきった。やっぱり強いね、危険個体強い。お、また出た、また出た。いやー、これはね、ダウンロードコンテンツやりがいが本当にある。あー、これまだまだ出るよ、この危険個体ってのは。まだまだ来る。うん。で、さらに、このね、EX のクエストもいっぱい出るだろうし。いやー、これはね、買ってよかった。楽しめる。はい。またね、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。